どうもおやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は志布志のマルチョンラーメンに行ってきました。鹿児島ラーメン王決定戦初代チャンピオン、最後までお楽しみください。志布志市の志布志バス停から徒歩3分マルチョンラーメン本店に来てます。食券制です。今回オーダーしたのはスペシャル麺 300g 900円です。ちなみにいろんな麺の硬さ、味や変化ができてオリジナルラーメンが作ることができます。たくあんを食べながら回っていると着丼です。チャンネル登録、ほんなことよろしくお願いします。さあ、それではいつものようにスープからいただきます。一見濃厚そうなスープですが、見た目よりもね、あっさりしていてすっきりと飲める飲みやすいスープなんですよね。まさにシンプルイズザベストみたいな感じで、とても美味しいスープです。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中太ストレート麺。すすってみるととてもねコシがありもちもち食感でとても美味しい麺でした。ちなみにこちらの麺もオーダーの時にですね、硬さを頼むことができます。こちらの麺、自家製麺ということで本当にね美味しい麺です。そして麺をすすった後に追っかけたくなるスープ、こういう風にね麺の後にスープを飲みたくなるような癖のないすっきりとした美味しいスープなんですよね。そのマルチョンラーメンさんのスープは5時間じっくりと時間をかけて煮込んだ 100% 豚骨スープ。地元の人たちに半世紀以上愛される意味がここにあります。こちらの自家製麺ととてもマッチしてる美味しいスープです。さあ、チャーシューをいただきます。見てください、美味しそうなチャーシューでしょう。こちらのチャーシュー、脂身と肉質がとてもバランスのいい、あっさりとした美味しいチャーシューでした。さあ、再び麺もいただきます。マルチョンラーメンさんの麺は防腐剤なし、卵も使用してない美味しい麺です。そんなマルチョンラーメンさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンもお願いします。できたらコメントの方もよろしくお願いしますね。さあ、麺をほぼほぼ食べ終えてスープを飲んでいきます。本当にすっきりあっさりしたスープ、最後まで肝飲しやすいスープでした。肝飲完食です。わっぜうまかった、ごさんでした。さあ、次回の動画はおふくろさんよということで、森進一さんもバイトしてことあるのぼり屋さん、オーナーさんが変わっても美味しいこちらのラーメン、チャンネル登録をして次回も見てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。